飢饉で苦労しました、それを救ったのが薩摩岩です、秀吉の侵略で平野が荒らされた朝鮮では飢饉が続きました。飢饉に強い薩摩岩のことを知った朝鮮王国は朝鮮通信使を通じて江戸幕府に薩摩岩の栽培方法を教えてもらいたいと希望しました。幕府はそれならと種芋と栽培方法は対馬から送ったのです。それ以降本当に韓国朝鮮では薩摩岩で助かったと感謝されます。大きいというアイヌ語です。リムセ、リムセはですね、まあ簡単に言ってしまうと、こう足を踏みながらね、踊るという。実はこのリムセのリムっていうのはですね、アイヌの擬音でこう、アイヌの人たちはこうドンドンってこうやるのをね、日本だとドスンドスンになるんですが、これはアイヌ的に言うとこれはリムリムと、音を鳴らすというふうな意味になります。地域の方々が仲良くですね、半日過ごしていただきましたことは川越のによる我々の本当に、誇りでもございます。そして皆様がこの日本の中でより団結して平等で幸せな、これからの生活が送れ、そして、国家全体と仲良く、平等にですね、平和の国家を目指し、隣の隣国同士でも平和なアジアを作っていく大きな力になったと思います。今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございました。